群馬パース大学は、群馬県高崎市問屋町1-7-1に本部を置く、日本の私立大学である。2005年に設置された、大学の略称は、パース、パース大。看護学科と、理学療法学科、検査技術学科、放射線学科、臨床工学科からなる、保健科学部と、保健科学研究科を設置する、大学院で構成される、医療系大学である。 看護師、保健師、助産師、理学療法師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技師の養成を行っている。学校法人群馬パース学園が設置している。同学園は、群馬パース大学以外にも群馬パース、大学福祉専門学校を運営している。また、関係機関として、医療法人社団保高会がある。 群馬パース大学のパースとはポルトガル語で平和を意味している。日本に初めて近代的概念に基づく病院を設置したルイスである名画がポルトガル人であったことにちなんでいる。計画初期は群馬国際看護短期大学という校名になる予定だったが国際という言葉は実情にそぐわないという理由からパースと名付けられた。パズの3文字にも それぞれ込められた意味があり、P は、ペッソアイコール個性、A は、アシスタンシアイコール補助、Z は、ゼロイコール熱意を表現している。流星祭という学園祭が、毎年開催される。交通アクセスが非常によく、近県から、新幹線通学する学生もいる。群馬パース大学は、高い見識等を備えた人材の育成や高い。 専門性を持った人材の輩出を目指すことを見学の精神としており、個性の重視と互助の精神、熱意、そしてこれらを調和させ平和を目指すことという理念を掲げている。また、望ましい学生の諸条件を学科ごとに定めており、それらをアドミッションポリシーとして公開している。海外研修を実施。日本医療と各国医療の違いや異文化交流を学ぶ。 看護師、助産師、保健師、理学療法師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技師を目指すものとして、日本だけではなく海外の医療制度にも目を向け、より深く医療の本質を考えるを、海外研修の目的とする。また、入学者全員にノートパソコンが無償で対応され、卒業時には本人に贈呈される。1998年、 群馬県北部唯一の高等教育機関として、地元の強い要望を受け、群馬パース看護短期大学が開学した。2002年の群馬パース学園短期大学への、改唱を経て、2005年に4年生大学に移行した。2009年4月、大学院を設置し保健科学、研究科保健科学専攻を開設した。また、2010年には、高崎市と岩町に、 高崎新キャンパスが完成した。学部大学院附属機関群馬パース大学の同窓会は群馬パース同窓会と称しており、群馬パース看護短期大学や群馬パース学園短期大学の卒業生らと合同で組織されている。ありがとうございます。